皆さんこんにちは大樹です、えー、この土日も、えー、トレーニングでうち、えー、を出てたんですけれども、えー、途中でね奥さんから電話があってちょっと体調悪いかもしれないとまあ僕がねいろいろ忙しかったんでまあ子供のこともあるし、えー、奥さんにだいぶね、えー、負担を、えー、かけてたんですけれどもまあ体調崩しちゃってで寝込んでますと。でで、まあ、それでねまああ急遽あの の母が、えー、手伝いに来ててくれたりしてで、まあ、僕も、えー、仕事終わらせて慌てて帰ってきてまあなんかねそういうのの中でやっぱり普段ね本当に、えー、人に支えられてるなとかみんなで助け合って、えー、住んでるんだなとかねなんか本当に、えー、より感謝の気持ちを持ちながらねなんかいろいろできることをシェアし合いながらとかね気遣いながら生きていくって本当大切だなとかね。まあ、あとはね、えー、日常を 遅れるっていうことだけでも本当にねすごいとか、えー、大変なそして幸せなことなんだなというのを、えー、強く実感してまーすまあ、えー、そんな中もね今日はこんな状態ですというビデオだけでもね音だけしたくて撮ってますとまあこれから、えー、今ねちょっと息子が、えー、おとなしく <laughs> してくれてるんでこうやって一瞬隙をついてビデオ撮ってますけどまた、えー、息子、えー、寝かしつけそしてね あのまあ、夜起きてもまた対応したりミルクやったりしながらまた頑張って明日まあね本当とにコーチングできてることとかこうやってねあの皆さんと何か一緒にできたりお役に立てたりしてることに感謝をして、えー、明日からもやっていきたいということで頑張ってきますということで今日はここまでそれでは。